はい、こんにちは。ペイでございます。ショート動画で料理の動画を、毎日投稿してるんですけども、ありがたいことにチャンネル登録者数が100人超えましたので、ご報告させていただきます。普段から見ていただいている方、本当にありがとうございます。また、ショートの機能でですね、勝手に流れてきてしまう方、見ていただいている方、本当にありがとうございます。どうでもいい方はね、ショートね、ピッピッとやってくれればいいんで、はい、これからもよろしくお願いします。で、同時にですね、私、YouTube を始めたきっかけが精神病になってしまって7ヶ月8ヶ月ぐらい休んでるんですけど、この度8年勤めた会社をですね、退職することが決まりまして、最後に忘年会やるからおいでよって言われたんで、行こうかな、どうしようかなって結構悩みに悩んでですね、最後だし、これも一つのけじめかなと思って行くことにしました。で、なんかちょっと偉い人とかもねいて、で、最後になんかじゃあそろそろお開きにしましょうかっていうタイミングで、なんか8年間ありがとねみたいな感じでプレゼントいただきました。いや、全然なんか愛するってのもあれですけど、全然なんかそういうこと考えてもなかったし、なんか僕がある意味主役にさせてもらってるっていう自覚も全然なかったんで、素直に嬉しかったんで受け取りました。で、せっかくなんでちょろっとでもね紹介しようかなと思います。なんかわかんないんすけど、僕 YouTube やってること知ってんのかな、会社の人。俺一言も言ってないからあれなんですけど、で、なんか料理が好きってのは前々から言ってたんで、一つ目がこちらです。ティファールの引くだけ簡単スピーディー。名前が何だろう。あ、これだ。ハンディチョッパーですね。電源を使わないで、こう、コードを引くと、野菜とかみじん切りにできたり、氷を砕いたりできるよっていうアイテムですね。こんな感じです。なんかちゃんとしてますね。さすがティファールって感じ。ああ、これ歯か。こう歯があって、セット。はい。これは。あ、これもだな。歯が2種類あって、こうね、変えれるよっていうやつですね。で、こうセットして、こう、引くと、こう歯が回る。ね。ありがとうございます。で、もう一個もらったんですよ。もう一個が、こちらです。スビーリング、このロゴ見たらわかると思うんですけど、あれですよね、ヘンケルス、包丁でよく見るメーカーだと思うんですけど、それのカッティングボード、まな板ですね。まな板をもらいました。3種類入ってて、なんか大きいのと中ぐらいのと小さいのが入ってるそうです。はい、もらいました。本当にありがとうございます。こんな僕に気遣ってもらって、ろくにも仕事もしないでね、飲み会しか行ってなくて、勝手に病んで、勝手に辞めた人にね、こんなことしてもらって、本当にありがとうございます。YouTube も、本当料理も、なんていうんですか、感覚でやってるし、料理本とかレシピとかもあんまり見ないんですけど、本当調味料とかも感覚で全部やってて、なんかいいねとかくださって本当に励みになります。これからもできるだけ毎日料理の動画上げていきますので、よろしくお願いします。じゃあ。